こんばんは。900日おめありがとう。嘘、もうすぐ900日ってこと？結婚してありがとう。10、ありがとう。こんばんは、中村舞です。しないと思って出してた。めっちゃ眠たい、もう本当に900日おめありがとうございます。今日で900日で、え、そうなの？10、ありがとう。皆さん、今日も一日お疲れ様です。お布団、そう、もうお布団から配信をしてみました。明日はね、いよいよ卒業コンサートなので、はい、1部、2部と昼と夜とあるんですけども、ありがとう、900日おめとハートとジューと。そう、来られる方はね、気をつけてきてください。で、配信の方もありますのでね、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。どうもありがとうございます。起きて、起きてるよ。ここ最近あんま睡眠時間取ってなくってさ、めっちゃ眠たくってさ今日はね、一足先に、まあ、グリヤリのリハしてました。400日おめありがとう。ありがとう。うわ、ちょっと待ってね、タワーもらっちゃった。元町さん、ありがとう。お城、私ね、前回もタワーのお礼まだしてなかったんよ、実は。申し訳ない。ちょっとまた別の日に書くね。誕生日なんちゃえ、おめでとう。おめでとうございます。じゃあ書くね。ありがとう。ありがとうございます。呼び出しさせていただきます。今日はね、嬉しいことがあったんですよ。なんとね、アンピーがね、手作りのね、お菓子をね、持ってきてくれたんですよ。ちょっと待って、おいで。このね、紙袋、これをね、なんか持ってきてくれてね、見せたい。そう、リハ終わりにね来てくれて。スイカは、そうなの。なんかさ、このさ、ちょっと待って、反射する、見えますか？超反射するな。うわー、ショールーム反射するよ。これうさぎ、うさぎのなんか作ってくれたみたい。となんかチョコ
え、ほら、見て。見える。こうしたら見えるわ。そう。嬉しい。手作りのチョコをね、もらいました。見えるかな？見える？まだ食べてない。飾ります。食べれません。めっちゃ嬉しい。かわいい。ちょっともうこの顔見せたいのに全然反射しちゃった。ほら！かわいい。嬉しい。じゃあ今日はね、隣の枕元に置いて寝ようかなって思いますね。爪パープル、なんかさ、これさ、実はさ、青色薄く塗ったの。そしたらさ、爪がさ、ピンクだったからさ、だからさ、混ざって紫になったんだよね。なんか色がさ、調合されたんだよね。青塗ったのに紫になったの。すごくない？青薄く塗ったんですけど、めっちゃ紫にしか見えるね。実は青なんですよ、本当。が落とすんですけどね、ネイルは。キューテンス、ありがとう。紫っぽい。そう、青だよ。わ、ん？これタワー。ありがとう。祝900って書いてある。900に、風と海とさん。風と海とさん。ありがとう。祝900日ありがとうございます。いい。呼び出すね。900日。ありがとう。風と海とさん。すごい、なんか結婚してありがとう。前髪切った？よう気づいたね。え、いたっけ？昨日かな、昨日の夜にお姉ちゃんが切ってくれました。そして今さ、このアングル夜景短く見えるかも。ありがとう。いつもありがとう。明日の髪型決まった。髪型何も決めてなかった。どうしようかな。おろし？2公演あるけんね。米粉の皆さんもそういらっしゃ、なんかさ、全員だからさ、人がいっぱいいてさ、中村のことは見つけられるでしょうか。いや、ありがとう。900日目、ありがとう。今日さ、アンピーがさ、ステージのさ、
待機してるとこでさ、そうまくあの袖のところでさ、なんか両手でさ頭をずっとね、自分の頭をずっとごねごねしてたんですよ。なんかこうやって何回もこうやって頭皮のこの一番上から下までこうやって何回もこうやってしかも両手でずっとこうやってずーっとやってたんですよ。本当にもうなんかなんかもう1回2回とかじゃなくてずっとやってて、わー何やってるんだろうと思ってね、一人でずっとねやってるからね見てたんですよ。そしたら目があってさなんかヒーヒーヒーみたいな、毛づくろいしてましたみたいに言ってて、アンピーって毛づくろいするんやと思って、かわいいねって毛づくろいをしてるらしいです。安否待ってる間に毛づくろいしてる、かわいい、癒されました。よしでしょ。一応ありがとうございます。幸せな気持ちになった。もうさ、なんかイヤーモニター、いや、なんだ、イヤモニって呼ばれるやつあれしてるんですよ。でさ、あれしてたらさ会話がさできなくなるんですよ。なんか聞こえなくって袖でもでさ、なんかイヤモニなんかね耳ずっとしてるんですけど全然聞こえなくって、でなんか気づくろいみたいな言ってて、みたいな私もね何回も何みたいな何回も聞き返して、いやね、あれね片方だけ、そう、なんか音がね遮断されるんだよね。なんかマイクの音しか聞こえなくなる。キラキラなイヤモニ、私もね自分専用のイヤモニとかめっちゃ憧れるよ。ただね私はねそんなねなんか歌がめちゃくちゃうまいとかはそういうわけじゃないんでねなんかねでもねすごい憧れある。あのねみつさんが自分専用のイヤモニ持ってて、なんか耳のね型をね自分で取りに行って専用のところで作ってもらったイヤモニらしくて、すごい憧れますね。うん、ソロ歌手とか、うん、そうだよね、作る人いるよね。ウィー、ありがとう。ありがとう。でもね、そう、自分のもう耳の肩専用だからすごいんですよ。100日おめありがとう。
900日って出た。あと100日1000まで。わあ、おめでとう、ありがとう。ありがとう。900日おめもありがとう。そう、1000日までもう少し、え、待って、3ヶ月ぐらいかな。あと3ヶ月ちょっとぐらい。わあ、ありがとう、タワーを。坂道 FC さん、ありがとうございます。ありがとう。呼び出すね、坂道 FC さん。記念配信ないの？そんなのはわからん。ほら、布団の中なの。そう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 。超ね、あったかいの、私の布団。もうすっごく肌触りがいいんだから、このマットじゃなくて敷いてるやつ、シーツ。冬モード？そう、もうね、夏から冬、夏の時から冬のシーツつけてるよ。もうずっと冬。秒で寝るつもり？うん、ね、さっきちょっとうとうとしとったんよ、もうマジで30分ぐらい。割とちょっと多いかな。帰ってきたのもちょっと遅かったんやけど、すぐに眠すぎて、今日はね、もうケータリングが出てたので、ケータリング食べて帰ったんで、夜ご飯は早めに食べてたんですけど、目がやばいってきた。え、どういうこと？今？ね、白目でも向いてた私。やばい、何、どんな目してた？やばいやばい。僕もさっき寝ちゃった。なんで起きてんだよ。私と一緒ですね。ケータリング何食べたか、お昼も夜も出たんですよ。お昼は生姜焼きで、豚の生姜焼きで、夜はハンバーグが出たんですけど、もうお味噌汁とかもついてるし、あったかいご飯が空いてて、野菜もあるし、超最高です。今日はね、一日だったので、昼も夜も出していただきました。くりちゃん、ありがとう。味噌汁なんかね、もうね、スープがあるだけで最高。明日頑張ります。
起きてって言われた。来てるじゃん。これ以上どう起きろって言うんだよ。起きてるよ。おはようございます。ありがとうティース。目が眠そうで辛い。毛づくろいしてて、毛づくろいしないと。毛づくろいしないとね。そうやん。あのさ、祝日やんね、明日。文化の日だっけ？ 11 月3日。文化祭とかある日じゃないの？文化の日ですね。3連休なんだ。そっか。文化の日。文化祭？何もしてないよ。高校3年生の文化祭さ、文化祭の日に休んでさ、一日ショールームしたことがある。オーディション期間だったからさ。文化祭休んでさ、一日十何時間ぐらいショールームしたことがある。その思い出しかないよ。マイキュー最近押しました。よろしくお願いします。中村舞です。ありがとう。よろしく。切ない。全然切なくないよ。最高。ショールーム最高。おやすみ。寝るな。寝ろ。ちょっと誕生日ね。お腹空いてきた。くまねパパさん、はやりんごさん、ゆずきちさん、よしひろさん、シーサーさん、もとまちさん、さかみちふしーさん、かぜとうみとさん、東京のすんさん、みやびさん、かーずーさん、ぽんちゃんさん、きなぺこさん、ありがとう。アンピーのチョコ食べる？食べらん。もう冷凍保存して、でなんか密封のなんかもう本当に一生腐らないやつに入れて、でなんかキーホルダーとかに したいですね。おやすみ、おやすみなさい。寝るんやで。寝るよ、もう。おやすみ。みんなまた明日。